はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、特大のステーキ食べていこうと思います。もうですね、本日挑むチャレンジメニューは到着してるんですけれども、まずはお店の紹介ということで、本日ですね訪れておりますのがマロリーポークステーキさんという、僕はですね東戸塚店の方にお邪魔してるんですが、もういろんな、ね、店舗数があって、このお店にはこの2キロの特大のポークステーキのチャレンジメニューがあるんですけれども、結構ね大食いの方はほとんど行ってると思います。なので動画見てる方だったら知ってるよって方も多いと思うんですが、今回ね僕は初めてということで、ちょっとこれ見えます、この特大ステーキ、焼き目綺麗でめちゃくちゃうまそうなんですけど、今回のねチャレンジメニューが制限時間これ2キロで20分なんですよ。ただですね、まあ量的にもそんなに苦しくないということで、できればタイムを狙いたいということで、個人目標は10分の完食を目標としてですね、本日は挑んでいこうと思います。正直ねこれめちゃくちゃうまそうな匂いするんで、ゆっくり味わいたいんですけど、せっかくチャレンジメニューですので頑張っていこうと思います。どうぞ、していただきます。はい、3、2、1、すいません、いただきます。お願いします。いただきます。ということで、よし、がっつりいくぜ。ちょっと今カメラ側じゃない僕側はこの脂身なんで、これでがっつりと。ゆっくり食いて、めっちゃうめえ。もうソースとかいらないです。豚の味で塩コショウで、焦げ目のこの香ばしさ、これで十分。やわらかっ。これでステーキじゃん一人前以上あるよ。ごめんなさい、ちょっとチャレンジ的にはタイムロスになるんですけど、僕の夢叶えていいですかこれ幸せだわ。今見ました、ナイフ使わなくてもスパッと肉切れたの。やらけえわ。
ちょっとせっかくなんでこのいただいたねソースも、うわこれでちょっと一回味変をね、オニオン系かな、いい匂い、うまそう。うまいわ。ということですね、ただいまこのオリンポスチャレンジメニュー完食させていただきました。でオープニングではですね、目標10分でということだったんですけれども、ごめんなさい、だいぶ過ぎまして、制限時間残り7分41秒ということで、記録は12分と19秒ですね。いやー、ですね、このほんとポークステーキ、ものすごく美味しくて、この表面のパリッとしたこの苦味っていうのかな、ほろ苦さと、このソースであったりとか、塩コショウで、もちろんお肉の甘みと、これが合わさるとめちゃくちゃうまくてですね、正直、卓上にも全然まだまだ味変アイテムがあるんです。
ですよ。でそういったものをねちょっとしっかりと使ってこのお肉を楽しみたいということで、この後レギュラーメニューも追加で注文させていただきたいと思います。はい、大丈夫です、はい、ありがとうございます。いただきます。ということで本日ですねチャレンジメニュー終了後いただきます。通常メニュー富士山サイズ、これ 450g ですね、到着しました。さっきのねもちろん 2kg 見てからだとそんなにね大きく見えないと思うんですけど、実物はめちゃくちゃでかいです。 450g って言ったら1ポンドですからね。1ポンドのポークステーキセットメニューで1790円と超お得メニュー。早速できたてですね、いただきます。うわやっぱ表面カリカリまあ、これはね2回目でも3回目でもうまい。ちょっとですね卓上の調味料で一回味変したいと思うんですけど、まずはやっぱり定番のこれわさびですね。わさびつけるので一旦塩追加してここにねわさび乗っけまして、ちょっとこれは正直ですね見た目的に100点ですけど、いただきますね。もうふっこ、普通に食べるのと全然違う。なんか不思議とわさび加わることでバターっぽいというか、豚の脂がバターに変化するわ。これうま。じゃあちょっとソースも使っちゃいますか。そしたらちょっと続いて珍しいな、柚子胡椒ですね。ああさっぱりするな、うんうん、もう今2キロ食べたんですけど、その2キロ食べた油分がこのね、柚子胡椒で一瞬で消えてきますね。あなんかね、さっぱりする。柚子うま、うん、ちょっとね、続いて珍しい卓上アイテム、柿醤油ってことで、普通のねお醤油とかはステーキ屋さんにあったりするけど柿醤油って珍しいんで、一旦これわさびでしょ、わさびに柿醤油を、これうまいでしょ。あこれが一番優勝かもしれない。うまっ、何これ、残り全部かき醤油で食おうってぐらいうまいこのねポークステーキはもちろん低温調理をしっかりされてますので、お肉の色味はピンクがかってるんですけれども、しっかりと熱が入ってまして、その上でやっぱりこうなんていうのかな、レア感っていうのか、それがしっかり残ってますんで、わさびとかき醤油これを合わせることでもうお肉のお刺身、これちょっと皆さんここに来たら絶対試してください。柿醤油にわさびと。
たら本日こちらが最後のお肉ですね。脂身ブルンブルンの石でございますよ。でした、うまかった。はい、本日はですねマロリーポークステーキさんで一番大きいオリンポスというサイズのチャレンジメニューに挑んだ後に富士山サイズのですね 450g ワンポンドポークステーキいただきました。最高もうとにかく最高。今日に関してはですね事前にお話しした目標のタイム間に合わなかったので悔しさもあるんですけど、このねレギュラーメニューをいただくとそんなこと本当にもうどうでもよくなるぐらい最高に美味しいポークステーキでございました。今回はですねランチのお時間にお邪魔しているのでランチタイムですとセットメニューがお安くなったりですとか、ディナー時間ですと一品物だったりとかお酒ももちろんありまして、これをね食べるだけではなくて一杯飲みに来る、そんなね使い方いっぱいできる素敵なお店さんでございます。お近くにですねこちらのお店がある方、気になったけどまだ行ってないよっていう方は絶対にこのポークステーキ食べてみてください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録コメント高評価、またですね最近ではサブチャンネルでも活動を始めております。そちらは合わせて概要欄からチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。